どうも、マセキの浅草キッド、エルカブキのエルウダです。どうも、ネロリアンシです。ということでね、はい、今日も早速ニュースがありまして、なんですか？小坂直美、しばらく放心状態というニュースがあるんですけども、ご存知ですか、小坂直美さん。いや、もういいよ。いいです、ご存知ですか？今結構ニュースだったんですけど。小坂って言ってるよ。小坂直美さんご存知ですか？小坂直美って言ってるよ。はい。いるんですよ、155センチの大阪直美さんそっくりの芸能人の方がいらっしゃいまして、早えな、早えよ。ただ早いと思うじゃん、昨年1月からやってるそうなんですよ。で、かけ張ったな。いや、どういうか、張りましたな。で、ちゃんとそのまだ大阪直美さん有名になる前に R1 で1回戦で負けてるそうなんですよ。負けてた。でも去年だったらまあまあちょっとね、取り上げになったけどな。だし、あと大坂直美さんの多分今ほどそのインタビューとかない状態だったんで、うん、ネタのオチがラケット貸してくださいだったそうです。テニスあるあるみたいな。ああ、なるほど ねということで難しかったろう、ね、それでようやくね、はい、でも日の目を見ましたから、ネタ豊富で、だからもう時代が来ましたよ。あの長州小力、うん、アントニオ恋の木、小坂直美ですから。で、山本小鉄と、ね、一人本物を混ざってるというね。モノマネ芸人も大阪の快挙を祝福というニュースなんですが、全米オープンを制し日本人初の4大大会優勝を果たした大阪直美かっこ20歳のモノマネ芸人、うん、小坂直美かっこ33歳が9日ツイッターで大阪直美選手優勝おめでとうございますと祝福したということ。なるほどね、第2の八幡薫、小池百合子ね、八幡薫妹分、八幡薫妹分、一回り以上年下の人に完全に便乗していくという新しいスタイル。あとはね、もう小坂直美さん意外と33歳ということで、おそらくこれがラストチャンス。そんなことないだろ。そんなことないですか。そんなことないだろ。まあ、綾小路きみまろさんもね、もう50歳ぐらいのブレイクもありますし、60歳とかね。あ、そうねえ、大丈夫か。ただね、小坂直美さんはちょっと心配なのは、お前にハマちゃん黒塗り騒動を超えられるのか。そこだよな。そこだよな。ちょっとネット言われてますけどね。そこあるよね。ね、どうなんですかね。日焼けしに行くしかないよな。ってなると一発勝負になるから、ね。なるほど。日焼けしてる芸能人のものを教えてできないんだ。長州力と一緒にね、サイパン合宿で焼けてくるのか。まだ行ってんのか。小力さんは色白ですけどね。ちなみにですね、私の同期の芸人のニセコリ K はですね、あ、そっちですよ、私気になったのは。完全にテニス協会から距離を取られてますんで。じゃあそこだよな、そこです。小坂直美、どうなるか。小坂直美まだ大丈夫ですけど、ニセコリ K はもう次怒られたらダブルフォルトって言われてます。もう1回警告で点数取られた、点数取られて完全にアドバンテージ握られてるという。ああ、もう終わっちゃう。そうなんですよ。だって錦織圭はさ、ウィンブルドンとかにいるじゃん。ニセコリ圭は新宿の歌舞伎町をテニスラケットのケース持って歩いてます。完全に闇営業行ってるだろうって。ねえ、言ってやんな。で、今日のスポーツ報知ではですね、小坂直美、公認家門って書いてたんですよね。見出しがあるんですけど、公認家門、公認家門じゃなくて、お前がまず挨拶に行けよっていうね。お前がゴーだろ。あれ、飲んの。ねえ、あとね、ちょっと小坂直美さんの思い出して、今日ちょっと羽生結弦内さんのツイッターを見に行ったんですよ。ああ、お邪魔しました。何やってんのかなと思ったら、今日ですけど、森田レッツゴーさんと TikTok を撮影してましたね。どうですか。どうですか。知ってますか、森田レッツゴーさん。いや、わかんないですけど、森田レッツゴーさんも、TikTok はしてますね。TikTok はしてますね。この前ね。CM やってるって。なんかね、アプリですよね。アプリです。だから、俺は思いました。みんな楽して稼ぎたいんだなっていう。ついにもう、とりあえずテレビ出ないで、TikTok とかでこう、つないでつないで。いや、だからさ、TikTok やる芸人がどうなんみたいな、多分論調ってあるじゃん。まあ、古いのかもしれないけど。ああ、かもしれないよね。それにもう、森田レッツゴーと羽生結弦ないっていう、もう、やってるというね、すごいですよ。でね、スケートしに行けばいいよ。3回転、なんかルッツぐらいなんかできるようにするとかな。ね、で、森田レッツゴーさんもね、バク転ぐらいしてもらって。森田レッツゴーさんっていうのは、モノマネ師なのか何かもよく分かんない。まあ、モノマネ師でしょう。レッツゴーさん、でもなんか、ちゃんと口の上にヒゲを生やしてましたよ。なんだ、なんのもの。今の森田ゴーさん。あ、そういうことも。そうですよ。
あ、そういうことだよ。そうですよ。レッツゴー3匹のモノマネじゃないですよ。それが出てきた時、何かわかんない。口ひげだけで、フレンチの酒井さんが勝ちたい。いやいや、いいわ。料理の鉄人の。全然。モノマネしても売れねえだろ。全然ね。いや、わからんと思う。でね、ハニーにモノマネできたし。いや、いいですけど。加賀武のね、パプリカ食べるモノマネ。料理モノマネできたんだよ。店開けて。羽生結弦内さんはね、北海道苫小牧市出身ということで。あ、譲れない。そう。で、何日か前のツイートで、多分地震に関してですよね、はいはいはい、あの、デマ情報が流れていますが、落ち着いて行動しましょうと、つぶやいてたんですけど、まずお前の存在がデマだろと俺は言いたいんですよ。いや、よかったんだけど、まずね、羽生結弦内さん。確かにね、羽生くんかと思って近づいたら譲れないかいって言ったら、もうこれも。誰がデマ情報にお前、勧告してんだって。完全にデマ。あとね、俺も体操の早見コーチに似てるって声が結構あるんで、最近ありますね、似てると思う。横顔が似てますね。ちょっとそろそろ遅見コーチでそんぐらいだろ、モノマネ芸人の名前って。はい、うん、早見二度見コーチ。あ、二度見コーチ、二度見ね、二度見させるっていう。ね、でもシャレなんですかね、ただ自体ね、うん、あのね、同期ぐらいの芸人にお前たちのネタは逆パワハラって言われてるからね。ちょっとあんまりシャレになんないけどね。あと、あんまりまでやってしまったら、うん、あんたの同期何人モノマネやるの。いやいや、いいや、確かにね。まあまあ、いますけど。 あとはね、あの石破茂さんがツイッターでつぶやいたのですけども、はい、全米オープン優勝おめでとうございます。大阪選手の活躍に勇気をもらった人たちも多いと思います。ハッシュタグ全米オープン、ハッシュタグチャンピオン、ハッシュタグ大阪直美、ハッシュタグ US オープン、ハッシュタグおめでとう、ハッシュタグ石破茂。これはですね、なんだその、あの、新しいよ。新しいですけど、安倍さんもつぶやいたね。で、安倍さんはハッシュタグに自分の名前入れてないということで、ここで今だいぶ、この、出てくるな、そう、人間性が出てくる。割と安倍さん派の人なんかは、ここでだいぶ叩いてたりも、人間性は出てくるんですけども、ただこれはやっぱり、俺らもね、魂持ってやんなきゃいけないと思うんで、俺もうついさっき、ついさっき、うん、大坂なおみ選手全米オープン優勝おめでとうございます、うん、で、石破さんと全部同じハッシュタグにして、うん、最後ハッシュタグエル歌舞伎にして、うん、で今週放送のラフターナイトの動画を貼り付けておきました、ね、こっちの投票もこっちの投票もちょっと勇気いりましたよ、俺も。あの、いや、これはね、どうですか。大丈夫。もう怒られてもいいやみたいな。だから分かんないけど、怒られるようなことはないんだけど、怒られることはないと思うよ。だからあんまりさ、うん、ね、そういうのはどうなんだ。でもさ、話題にならなきゃいけませんから、我々も。分かる分かる。俺だってお笑い界の総裁選に名乗り出るわけでしょ、うん、ね。俺ニュースさ、うん、ハッシュタグってかニュースをね、はい、例えばこのネットで見てるときにさ、このツイートとかでこうやってできるじゃん、共有して引用ツイートみたいなやつね、引用ツイートみたいなのしたりするじゃないですか、はい、うん、俺あれ初めて昨日やったんですよ。あ、やったんですね、はいはい、初めて昨日やったんですよ、うん、でそれもやっぱ北海道のその地震に関することなんだけど、ベロニア市の地元でね、北海道、今大変ですけど、で俺はその地震あったときに一切ツイートしなかったの、はいはいはい、ね、特にそのことに関しては何もしない、ただまあ友達とか、うん、家族には連絡取って、うん、アンケートだけ取って終了してなんですけど、うんうん、やっぱね、あの羽鳩って俺の好きなアニメが、うん、札幌の方の撮影所であって、うん、そこがちょっと作業できなくなっちゃった、はいはい、停電で、うん、だから昨日やるはずだったのが、再放送になっちゃったの、うん、だから追いついてないんだね、追いついてない制作がね、放送が停電になっちゃったせいで、うんうん、時にこれを載せる時とかドキドキするの、あ、それをね、つぶやいて、そう、つぶやいて、怒られるんじゃないか、そこだけでもね、うん、何が恐ろしいかって、うん、何も足跡も残る。まあまあまだね。でも分かんないよ。それはその、まあ、俺はね、あなたと付き合い長いか分かりますが、あなたは別に何のもね、そういう悪意がないし、うん、実際自分の家族が北海道にいて、いろいろ被害あってるわけじゃないですか。お店もね、運営で。だけど、例えばこれさ、そのよく今あるのは、うん、俺らがもし売れたりした後に、すごい遡ってこう探して、糾弾するみたいな、俺らの漫才みたいなことするやつがいるわけよ。最低みたい。最低な野郎だ。だから。ね、ただ俺らは本当に言えないよね。たださ、うん、まあその東京にいたけど、うん、俺にとっての初めての被害それだったの。うん、ああ、アニメ効果、これ会社が止まっちゃうんだって。まあ、うん、とは言ってもね、デロリアンも結構友達大丈夫だったのかっていう連絡取ってね。でも家はね、停電とかで ね、してますから。商業的な面で行くとね、本当ダメだね、停電は。あのお店をやってるからね、ラーメン屋さんやってますから。ね、そしてね。あの小坂直美さんがね、あの大坂直美さんにまだお会いしてないそうなんですけど、
夢で会ったことあるということを東スポの方で書いてまして、よくそれ記事にしたのよく記事に書いてある、昨年7月一緒に買い物や食事をしてマッサージをしてあげた後、終電を逃して2人でアハハと笑う夢を見ましたということで、これを読んだ時に思ったのは、大丈夫か小坂直美さん、まだ優秀な作家がついてないなっていう、これからですね、すぐ作家してる、いやいいわまあでもね、本当かもしれませんしね、本当にそういう夢を見たのかもしれませんしね、それは分かりませんからでね、昨日大坂直美優勝っていうサムネにして配信したところ YouTube、早速コメントいただきまして、彼女の場合は、試合の勝敗はもちろん現サーブ自己最速の205キロを更新していく楽しみもある、すごいね、あそうだったんだ、さらに現女子サーブ最速が220キロなので20歳という年齢を考えると将来的に更新する可能性さえあると、多分セリーナそれじゃないか、220って、ね、200キロバンバン超えるからなんですよ、それを10分おろしのコメントに書いてくれた人はいいんだけど、この番組は報道ステーションとかなんかと間違ってる可能性があるいやありがたいんだけどね、でもすごいよね。そうだね、こう俺らもさ、こう勉強になりした。ね。あと俺は間違った情報結構やっぱ、こう、出してるからね、ここでバーッと喋るから、やってる。結構その、に対して批判もいただいてるんで。多分、ね、そのコメントはですね、まあ、東京かどうか知りませんけど、多分ね、はい、朝のモーニングクロスの堀越さんのところで送ってあげると多分、そうですね。優しく。こんなに正しい情報で、ね。優しく拾うと思うんだよ。堀潤さんに任せます。そうですね。ということでね。今日はこの後ね、RG と L 歌舞伎のあるあるワイドショーというライブに、はいはいはい、なんと早く、今年始まったんですけど、もう早くも4回目ということで。4回目です。で、新宿ロフトプラさんという、割とその、吉田豪さんなんかが輝く場所を、ね、やってるんですけど、いや、いろんな人いっぱいいるから、ね。そこの店長さんがね、結構今回の告知をつぶやいてる感じを見たところ、はい、今日最終回になる可能性は高いなと思ってそうですね。ね、当日券、まだまだ余裕ありますと、って書いてましたんで、雨も降ってますから東京ね、はい、なんで今年はね、やっぱりいろんないい人と仕事できて楽しかったなっていうのを最終回で、ここで、これ最終回体が高いんで、はい、ということで、さよなら、よい10分おろしはね、しつこく続けていきますんで、はい、また皆さん新たなね、被害者をね、何のテレビの人を引っ張り込んで被害者をアルジさんは全然ね、そんな大丈夫ですよ。ありがとうございます。迷惑はね、被ってないと思う。アルジさんは、でも、本当に言ってたよ。俺は、本当はこういう地なんだよ。こういう地下のライブが好きなんだよ。言ってくれよ、ね。苦笑いしてたのはマネージャーさんだけだったから。申し訳ない、マネージャーさんには申し訳ないんだよ、ね、まあでもね、来た人はもう絶対得するライブ。もう配信に行けないようなことをばっかやってるんで。そうだね。ということで、まあ次回があればね、この、監督、近辺来れる人はぜひ来ていただきたいと思います。お願いします。ということで、また明日お聞きなさってください。さよなら。